富士寺駅まで来ましたけどね、まあ、普通にいたらここから柏島か、まあ、川内長野でね言っとったところに行くところ、もう普通に乗り換えてたらいいんですけど、いやこれはねちょっと途中で気になりすぎるものを見つけてしまったんでね、思わず一回降りてしまいました。まあ、別に富士寺駅は駅はでかい駅ですしね、うん、ただ急行は止まらないですね。こう気になるのかね、今ね走ってくる時になんか変な自販機見かけたんですよ。あまりにもレトロすぎる自販機がなかったんですよ。これ現役なんか分からんけどちょっと気になるんで見ていこうと思います。もう普通に乗り換えしてね行けば河内長野の方に行けるんで問題ないんですけどね。いやちょっとねこれはちょっと降りないといけない。タクシーいっぱい赤ちゃん持ってんのねそれは大変だで、ねこの線路沿いだずーっと歩いてたところにこんな感じで引き込み線があるんだ。なるほどな。で、上げ伸ばし行きの普通も来るよと。なるほどね。そういう溜め方をしとくわけよね。あ、それだ。何かというと、まあここに留置線が大変面白い構造だなっていうのもあるんですけど、そこに産経新聞のマークがありますけども、産経新聞ね確かにうちらの方だと配達やってないんでそれ自体も珍しいんですけど、あれだあれだ、これだ。なんだそれ。渡るかな。これ。なんだこれ。走ってくる途中に見かけたんで、ちょっと気になって撮って。へえ。すごい。サンケイスポーツ、サンケイ新聞が買えるんだ。へぇー。23時、あ、ちゃんと更新されてる。で、今度これ、元気だ。いや、毎朝3時に入れ替えしてるんだ。早っ。気になるから買ってみよう。100? サンケイスポーツ?サンケイスポーツ買っとくか。へぇー。産経新聞の方がいいか。よし、産経スポットの方がいいのかな。スポ新聞か。やっぱね、やっぱインテリ当たるのもね、あ、ちゃんとピューム出るよ。当たり前だけど。すげえ。ブロック、サンキューさんのブロックが入っていません。なるほどな。へぇー。わー、めちゃくちゃー。へぇー。その、新聞の自販機みたいなのやつ見ると、こんなちっちゃい、こんなの初めて見たわ。へぇー。買っちゃった。そうです。G7 のあれがね、気になりますからね。そうですよ。北の衛星もね。うん。気になるニュースがいっぱいですからね。いやいいねー。こういうのあると取れ高になって違うから。こ
これだけツイッターか中に流しとこう。よいしょ。さあ、あ、別に7号だできんだ。うち入れられてば行きましたけどね。まあ、さっきにあれかな。多分さっきのところだけ切り抜きで先に上げてると思うけど、眩しい。おう、富士で。あ、ヤングスーパーあのまんまになるんや。まあ、栄えてますね。あれの場所、準備場所って言うのに、郵送レンタカーとかになるんで、で、内側にあれか、空気栓に入れて、入れ替えて、あ、だから、藤井寺行きの列車は、一回引き返して、で、アペノバス行きはちゃんとこっち側から乗れるように、構造にしてあるんですね。なるほどな。よいしょ。まあ、いいもんも書いたし。あ、ちょうど変わって流れ行きが来るや。おーっと、愛知事業やった。よし。大事か。2から8。こんな感じになってた。あんな感じですね。あ、こんな感じで引き込み線があるんだ。なるほどな。で、あそこから折り返してきたのがここに来て。で、こっちで、透明ピストルような感じなんだな。あれか、特急とかの通過料はこっちを使うんだろうな。なるほどな。で、ここ、あそこが空いたら、ああ、今さ、まだ電車変わっとるね。うん。そうですね、さっきもエコマツからこっちに来てますもんね。だからちょっと点線用に複雑になってますよね。ポイントが。へぇー。で、いつからもう来るかな。で、次は川内流れ行きの準急が来るはずなんで、これで、滝谷不動駅まで行けるみたいです。なんならもう11番の駅は、もう制覇しちゃってるから、もういい気がするんだけどな。一応21の駅もね、いかに近鉄四日市駅がね、素晴らしいかをね、伝えないといけませんからね。やっぱちょっと古ぼっこりしておかないといけません。これは仕方ない。すいません、分岐してなかったこんな、いい人よかったのにな。まあまあ、まだ朝早いし。あ、お手長もいいです。よー